ペマキッドの戦いは、ウィリアム王戦争中に起こった戦闘である。フランスとインディアンの連合軍が、ヌーベルフランスから、イングランド植民地のペマキッドを攻撃したもので、このペマキッドは、アカディアと国境を接していた。戦闘を指揮したのは、ピエールル・モイン・ディベルビルとジャン・バンサンダ・ラバディド・サン・キャスタン、で、この砦の中屯隊長だった隊員のパスコ・チャブは、 1696年8月14日の2日間に及ぶ戦いで降伏した。ディベルビューは兵士のうち3人を殺し、あとの92人をボストンに送り返した。このペマキッドの勝利は、ウィリアム王戦争中のフランスの勝利でも意義深いものの一つだった。この戦いの後、ニューイングランド軍は報復として、アカディアへの襲撃を行った。 ピエールル・モイン・ディベルビュー17世紀の大部分の期間、ペマキッドはニューイングランドの中でも最も北部の沿岸にある植民地であり、一方、バンタグはニューベル・フランスのアカディア植民地の最南端にあった。1692年までにイングランドはこの地域の支配を奪還し、マサチューセッツ湾直轄植民地の総督、サー・ウィリアム・フィップスが破壊された。 ペマキットトリデの代わりに、ウィリアム・ヘンリートリデを作るように命じた。このウィリアム・ヘンリートリデは、ニューイングランドの北の境界を守るトリデとなり、また、ニューイングランド最大のトリデでもあった。マサチューセッツの政府は、このトリデの建設に、予算の三分の一を費やした。一種と漆喰でできており、地上十フィートから十二フィートの高さのところに六フィートの厚さの壁の訪問があり、 十八門の大砲が備え付けられていた。この砦は、大尉のジョン・マーチの指揮のもと、ベンジャミン・チャーチの助力を得て再建された。砦のチュの中ン隊長は、大尉のパスコ・チャブで、この人物は、アベナ貴族による休戦協定を踏みにじり、アベナ貴の重鎮たちを何人も殺していた。一方、1696年当時、フランスの勢いは、大西洋地域にまで広がり、 防御がより一層強化されるようになっていた。ニューファンドランドでは戦略的な天気が訪れていた。フランスのこの大西洋進出はカナダ生まれのピエールル・モイノ・ディベルビューによるところが大きかった。8月14日、ディベルビューはフリゲート艦で編成された召喚隊でイングランドと交戦中のアカディア・ソート首ボンの援助に向かった。ディベルビューは イングランドのフリゲートを打破した。その後、ディベルビーは、フランスとアベナキの連合軍600人の軍勢で、ウィリアム・ヘンリー・トリデを包囲した。叱る後に、2隻の船とサンキャスタン指揮下の240人のアベナキ兵、微粒指揮下の25人の兵の働きでトリデを攻撃した。チャブは降伏し、トリデは破壊された。そして92人の中東兵が捕虜として、 ボストンに送られた。現在のペマキッドの東大その後ディベルビューはニューファンドランド遠征に向かい、1696年9月12日、ニューファンドランドにヌーベルフランス総督のルイド・ボード・ド・フロンテナックの指揮の下到着した。また、中ン隊長のチャブは2年後の1698年の3月5日、30人から40人のインディアンにアンドバーの自宅を襲われて、 妻のハンナや他の三人の住民と共に殺害された。チャブは1696年当時、インディアンの重鎮を裏切って殺したことにより、インディアンたちの怒りを買っていた。ありがとうございます。